2012年12月、戸倉神社破電屋地区の映像です。その麓を見てみますと、これは震災の前は強いので、音がなかなか入りにくいですが、ガソリンスタンドがここにありました。でこれが現在通っている、震災以前から通っている398号線マトグラの大動脈にあたるところです。で向こうの方に行きますと、これが旧戸倉漁協漁業協同組合の被災して現在もまだ残っております。でこの398号線から、破電屋の中央の方にカメラを向けてみますと、墓があります。でこの上の方に墓から残っているわけですが、これは現在16本の桜の木が植えられています。あまりその苗とかよくわかんないんですけども、それをこちらに植えて、今大きくしようとしています。